イメラジオ3701回、今日は令和4年5月22日日曜日です。時刻は正午、横浜港北お昼となりました。空に雲ありますが、けれど青空、夏の空ですね。もうリスナーの皆さん、日曜日いかがお過ごしでしょうか。今日は午後からオンラインの授業が3つあります。その前の時間を使っての夢ラジオ、今回は海兵校長時代の井上茂義取り上げます。海兵校長時代の井上茂義さんですね。井上茂義というのは、この夢ラジオでは戦争のお話の時に何度か出てきたお名前ですね。海軍の軍人さんで、柳井光政、山本五十六、そして井上茂義、この3人が戦争が始まる前、海軍大臣、海軍次官、軍務局長のポストにいて、三国同盟反対、対米戦争反対に尽力した。まあ彼らのその努力にも虚しく、結局対米戦争、そして敗戦、日本は地獄を見ました。さて、そんな井上なんですけど、戦争の間はね、第4艦隊司令官、第4艦隊司令官、あの珊瑚海海戦って分かりますか。昭和17年5月、日米ともに空母が1隻ずつ沈み、まあ互角だったんですけど、ただそれまで帝国海軍は連戦連勝だったのに、帝国海軍の進撃がストップした。そしてこの珊瑚海海戦の1ヶ月後、ミッドウェイ、ここでボロ負けを期すわけですね、日本の海軍は。そしてこの第4艦隊の井上中将でした、この時は。井上中将が珊瑚海の海戦で関東精神がないと山本五十六に評価され、結局井上さんは戦争中、この珊瑚海海戦で戦歴は終わりになります。外されちゃったんですね。私は今でも、あの井上が珊瑚海海戦のあと関東精神がないと評価された、その理由がわからないんですけどね。あ、なんでそう評価されたんでしょうね。限られた情報の中で、日本の航空隊が全然トンチンカンの方向に飛んでいって、そして敵空母を見つけられず、虚しく魚雷や爆弾を投下して帰っていったけれど、それはアメリカも同じことで、当時広い海で相手の機動部隊をきっちりと見つけるっていうのは とっても難しいこと。そして戦いが起きれば、それなりに日本の雷撃隊あるいは爆撃隊も攻撃をかけて、で空母を沈めていますね。この時はアメリカの空母レキシントンが沈みました。ただしもうパイロットの損耗がここでも多くて、ですから井上さんとしては
さらなる畳みかけた攻撃というのができない、こう判断したんでしょう。ここでしょうか、あの関東精神がないと思われたのは。けれどもし追撃をしていたら、もうパイロットがいなくなってた、その可能性もありますよね。珊瑚海海戦ですでに、あ、もちろんこの珊瑚海海戦では後のミッドウェイにあの展開する赤城、加賀、飛龍、蒼龍というあの空母ではなくて随格小格ですよね。ですから、まあ、言えばあの1交換2交換よりも技量が劣る、そう思われたパイロットたちとはいえ、損耗は当時 の、 あの海軍指導部にとっては一大事だったんですよ、パイロットの損耗はね。それを井上さんが考えたとしても不思議ではない、まあ、いずれにせよこの第4艦隊司令官で戦歴は最後となり、同じ昭和17年のさっきのが5月ですけどね、珊瑚海海戦が10月から今回のテーマ江田島の海軍兵学校の校長2年間やってますね。昭和19年の、10月まで。そしてその昭和19年の10月といえばもう小磯内閣に変わり、そして米内海軍大臣で、この米内に変われて壊れて、井上はこの海兵の校長をやった後海軍次官になります。だからまああの第一線からは外されたとはいえ要職を歩いているわけですね。そして海軍の井上茂義といえば語学の達人。まあ私もあの語学を志した一人ではあるのですが、そんな私がまあ師匠と仰ぐ人は高野長英、大杉栄、そしてこの井上茂義ですね。このお三方、高野長英、大杉栄、そして井上茂義。だからその井上さんのことを今回ご紹介いたします。2年間の海兵校長時代、まあいろんな逸話があるんですけど、一番人の口に上るのはこの時代、もう陸軍士官学校では入学試験で英語を課さなくなった、そもそも英語を学ばなくなった、適正語ということで英語禁止みたいな愚かなことをやっていた時に、江田島ではずっと英語の授業が行われた、当然入学試験にも英語が課された。でさっきもお話しました、語学はとってもできるあの軍人さんでしたから、敵の言語を知らずして戦に勝てることはありえない、まあ、この当たり前のことが見えていたわけですね。その井上さんがね、校長時代に海兵であの英語教育の要領、これをあの発表してるんですよ。井上茂義の英語教育要領。1、文法を基礎として骨幹とすべし、つまりあの骨組みとすべし、いいですね、やっぱ文法が一番ですよと。うん、そうなんですよ、文法を学ばずにオールイングリッシュなんかありえない、あるいは文法を学ばずにオールイングリッシュやっても何にも身につかない。英語はその2、英語は頭より読み、意味のわかることを目標とすべし。3、常用語は徹底的に反復活用練習せしむべし。4、常用語に接してはそのワードファミリー、あの類義語ですね、その類義語を集めしめ、語変化に対するセンスを養うべし。5、英文和訳の害あるごとく、英語の単語を無理に日本語に置き換え訳すは百害ありて一理なし。英語のサービスのごとき語を日本語に訳し得ざることは、日本語の詫びとかサビとかいう有限な語を英語に訳し得ざると同じ。だから無理に日本語であの理解しようとせずに、英語を英語で理解しようとしよう、ね、だけどあの日本の今の
愚かなオールイングリッシュとは違って文法をきっちりと学んだ上で、こうですね、私自身はその文法を最初に叩き込もう、そして言葉は単語はね、単語は訓練して磨こうというのは賛成なんですけど、まあ日本語を返すっていうのかな、井上さんは日本語を返す必要はなくて、間に挟ませる必要なくて、英語を英語で理解しよう。だから当時の海兵では AA 辞典を揃えたとか、それはあんまする必要ないかなと。私自身が相当レベル高いところの英語教育をやる場合でも、ほとんど AA 辞典は使いません。あまり必要がない。それよりかね、やっぱり 100% 正確に日本語に訳せることを目指した方がいいですよ。やっぱり 100% 正確に、どんな細かいところ、もうマニアックにやればね、コンマとかセミコロンとか、ああいうものまできっちり訳すっていう、その行き届いた日本語ができることの方が、私は英語の 100% 理解には近いんじゃないか。日本語を井上さんが言うように介さずに英語を英語で理解するよりはね、ここはだからちょっと井上先生と私の意見が違うところでもありますね。まあなんせ当時としてはこの英語の語順通りに頭から理解していこうという、これも画期的だったんですよ。英語の語順というのは日本語の語順とは、それはやっぱり違いますよね、言葉の成り立ちが。ですから従属節から訳そうと思った場合、後ろの方にある従属節からどん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 前に戻っていって、そしてやっと一番最初の主節に戻るという、まあ良くない訳し方は今でも受験生に見られますね。そういう時に、いや、もっと前から理解していこう。そして日本語でもね、これちょっと井上さんじゃなくて私の意見ですけど、日本語でも前から訳していこう。それは方法がありますから、英語と日本語の語順の違いを超えてね、なるべく訳の段階で英語と日本語の語順がなるべく同じになるような技法、それあります。だからそういうレベルに達すれば、そういう和訳技法というのも教えていますね、私は。ただ相当なレベルですよ。大学入試の、まあこんなことをお話しするのは、そうですね、東大とか京大とかっていう、ああいう国立大学向けの生徒さん、または社会人でもよっぽど英語ができる人、英検1級なんかは軽く取って、その後の英語を学びたいという、そういうレベルのお方々には、こういう語順をあまり変えずに英語と日本語のそれぞれの文章を正確に訳し分けた上で並べていくという、そういうスキルもお話はしています。海軍兵学校の講堂には歴代校長のお写真がずらーっと並べられてあったんですけど、井上はそれを見て、このうちの半分ぐらいは国賊みたいなやつらだから、こんな写真は全部取っ払いなさいって言って取っ払いましたね。だから分かってはいたんですよ、この戦いも負けると、ね、アメリカとの戦争は負ける。それは井上さんは一番コアな情報には接していましたから。もちろん生徒にはね、これから士官として活躍していくわけで言わなかっただろうけど、井上はもうこの戦争は負けると。ですから戦争が終わった後の、戦争が終わった後の世の中で優位な人材になるようにという、そういう教育を目指した。だから当然英語は必要なわけですよ。井上さん、さすがですね。ただし対米戦争を防げなかった、そして戦争の初めの頃とはいえ、自分が実際に艦隊勤務で指揮をした、部下たちが大勢死んだ、そのことの道義的責任はもうひしひしと感じたようで、戦後は井上さん、どんなオファーも断って、横須賀のもうおんぼろい家に引き込んで、で近所の子供に英語を教えて、それでなんとか暮らしたようです。ラジオで流れてくる英語、戦後は英語放送がありましたから、特に横須賀ではね、それで世界の情勢を聞くことがもう楽しみだったとか、
ものすごい貧しかったですよ、横須賀の井上さん、時代は。もう戦後はっていうと、戦争が終わった時に井上さん55、6だったと思うので、そして86で亡くなってますから、30年間はもうすっかんぴんで生活なさったんですけど、けれど、まあ井上大将がね、あのとこであんな暮らししてはるっていうんで、地元の人が、まあ横須賀の人だと多少海軍のことも知ってますから、ご飯持って行ったり、自分の子供英語習ってきなさいっていうふうに通わせたり、地域で応援したようです。だから開戦時に海軍大臣だった島田繁太郎なんかがですね、極東裁判で死刑にならなかった、そして釈放されたということで、戦後はいろんなとこ出て行ってペラペラ喋ってるのを見て、まあ井上なんかは眉をひそめていたようですよ。井上さんは一切そういうことしませんでしたね。まあ確かにちょっと真珠湾のこと、そして珊瑚海のことを話してほしかったな、司令官としてとは言うものの、そういうこともなさらなかった。もう公の場には一切出ず、手記も書かない。もう貧しさで通す、まあ自分の10歳、15歳、20歳ぐらいの、そういう部下たちが飛行機に乗って、あるいは軍艦に乗って死んでいったわけですから、もう自分が生きていること自体後ろめたかったこうでしょうか。海兵校長時代の井上茂義、英語教育に力を入れ、その英語教育の方法は80年経った今でも参考にすべきものです。夢ラジオ3701回目、今回は海兵校長時代の井上茂義、ありがとうございました。